縦貫通のキャラ欲しい。今んとこ縦貫通してるのはイエランの元素スキル。で、ちょっと縦貫通ってわけじゃないけど、翔様の落下攻撃もね、判定が後ろから入ってる。なんか判定がめちゃくちゃ強くて、縦があっても実質縦無視して落下攻撃入ってる場合が多いですね。あと、ティナリの銃撃かな？ティナリの銃撃は着弾時に後ろから刺さるんで、縦があっても後ろから撃破反応を起こして敵ぶっ倒せます。縦に強いのは今んとこイエランと翔様とティナリかなって思うけど、他なんかある？凍結ではめるとか、そういうのはなしで。あ、八重美子も縦に強い。あ、そうだっけ、八重美子縦に弾かれるくね。カズハのスキル、あー確かにな、カズハのスキルあんま縦で弾かられてるイメージないな。クサン反応でダメージ出すときにってことか。確かに、でもカズハ課金つって弾かれてストレス覚えた記憶がないな。勝利の隕石確かにな、勝利の隕石って縦で止められないね。まああれ石化してるしね。新滝の銃撃も反対方向に入力しながらやると当たる。でもそれ聞いたことないわ。なんだそのトリビア、私知らないぞそれ。あ、放浪者の銃撃、意外と盾で弾かられない攻撃ってあるんだな。どうもです、こんちゃちゃです。ネルメロと申します。突然私を呼ぶなんてどうしたの？もう見た目も好きだし、ずっと前から大好きだから。実はね、私も同じだよ。